このアーチ。ではないですけど。このアーチいいね。はあ、すごい。これどうなってるんですか、奥は。もう、建物の中ってこと？これは後から増築したんじゃないですか。どうなの？だから使わないからここにボーンと来ちゃったってことですか。多分、だって危ないですもんね。まあそうですよね。あ、ここはさっき見たところの釜場だ。ああ、煙突がほら。なあ。あ、これ、こう見たら分かりやすいですね。こう、なんていうかな。屋根を作るみたいにこう、モルタルでこう、なんていうんですかね。あ、アーチというか、四角い、なんていうかな、屋根というか。中はアーチなんでしょうけど、この、作り方として。よいしょ。うわ、すっごい。全然暗い。うわ、これすごいですね。ああ、予約だ。ああ、こうだったよと。うわ、この棚板が、時代を感じ、あ、こうやって使ってたわけですね。ああ、そうですね。なるほど、なるほど。あ、これ結構は、その、近代でも使ってたんですね。こういうのなんか。なんかよく、古いものにはこういうのが、あ、ほらほら、屋根が。僕がさっき言った意味わかります？ここにちょっとこうスリット、角があるっていうか。ああ、はい。こう完全アーチじゃなくて、はい、前後はアーチだけど、横はこういうふうに支えてる感じ。面白い。珍しいんですか？珍しい。あ、僕はあんまりこういうのは見たことないですね。まあこっちを知らないからかもしれないけど。いや、これ、レンガのサイズもね、でかいし。あ、これ、はぁ、あ、はぁはぁ、あ。ここに直接こう行かないようにってことか。これ何なんですかね、レンガに一個一個丸がついてるの。それなんでしょうね。全部ついてるわけではないんだ。あぁ。レンガのマークなんですかね、製造の。あ、もしかして埋まる前に中に何かあったんかもしれないですね。番号とか。あー、いや、勉強になるなぁ。はぁ、あ、これあれですね、その普通は通話って何が普通か、まあいろいろだけど、こう、アーチが来たとこに穴があるんですけど、こちょっとせり出してるというか、この、あのアーチの角沿いにこの、扉、ここ入り口ですみたいに、こうちゃんと作って。なるほど。面白い。もう、この斜面から行ったら、あと一部屋ぐらいあったのかもしれないですね。あれ、こっちが滝口じゃないのかな。そうですよね。だから、埋めちゃってるって、多分ここがこう、なんていうのかな。二つか三つこう出てて、滝口があったんだと思いますよ。なるほどね。いや、ありがとうございます。ねえ。でかいよね、レンガ。やっぱり。この作り方は、僕は初めて見た気がしますね。どこが作ったんでしょうね、四国は。そういうの全然わからないですね。ねえ。いやー、そこまで。あ、掘り返ってますね。20年に再度蓄養した9連の今6室が残ってると。明治15年正五郎が、なんか
よっぽど今の方がもしかしたら僕とかの中に構図なければならないみたいなのがあって、こんな風に作れないかもしれないですね、作ろうと思ったとしたら。なんかすごいこう、こういうレンガ積んで何か作るよりも慣れてる感じがするというか、なんかこれでも効率がいい積み方ではないってことですよ。じゃああんまりメジャーじゃないってことは。そうですね。だけど、だけど多分ですよ、これ多分で、その正解じゃないかもしれないけど、綺麗にこうアーチにしちゃうと釜詰め容積が減ると思うんですよね。真ん中はなるべくこうかまぼこ状にして、端は最低限ギリギリの強度で、ギリギリじゃないけど、まあそのやりたいっていう意味じゃないかな。そしたら真ん中あたりは釜詰めしやすくて、端っこあたりはさっきのあのあれでこう積んでみたいなことかもしれないですね。いや、そんなすごい、でも 2,3 回しか見に来たことないですけど、そんな見方は屋根のアーチの形なんか考えて見たことないですね。